ちとみんなで試合をしたいなと言ってたんですけども、なかなか実現は、実現することが難しくて遠巻きになってたんですけども、今回コンバット豊田が引退するってことになって、その引退発表を聞いた時に、タランテのアジャ選手が、その前に辞める前にやっとくことがあったろっていう、その一言で、あとは J2 のファンの選手とかみんなが集まってくれて、この一戦にたどり着きました。まあ、前からやりたかったのもやりたかったんですけど、いろいろね、対抗戦とかやってていけるかなと思ったんですけど、まあ、全然別の方向とか行っちゃって、そういうのが、まあ、対抗戦とかとか全然別物で考えたかったので、まあ、ちょっと時期を置いて今できる話が良かったかなと思うんですけれども、まあ、そういった中でですね、あのクソデブがですね、何ですか、なんか土屋とかにですね、やられたらしくて、でなんかもうダメかなって、わけわかんない言われを吐いてますんでね、これ一丁勝つ入れてやろうかなっていう気もありまして、俺は全部寝ぼけたこともほざいてたねえぞっていうような意味合いも込めまして、そういうことをちょっと名乗り出たわけなんですけれども、はい、この前、引退発表っていうか、まだ式は決まってませんけど、引退発表っていうことで、こういう試合ができることを嬉しく思ってますし、今日は精一杯やりたいと思います。対抗戦っていうのが自分は経験したことがなくて、やっぱこの一回引退して復帰した理由の一つに対抗戦をやりたいっていうのと、もちろん同期とやりたいっていうのが理由の一つだったんで、その念願が叶って今回は嬉しいです。やっぱりこれは選手だけの思いだけではダメだし、ファンの人、あとは会社のファンの人、みんなの力が一つになって自分に続けてきたカードだと思うので、その期待に応えるような試合をして頑張っていきたいと思います。第7試合、特別試合、61年ぶり、大津で対決、女子卓球60分一本勝負を行います。大津が180分のバイソン・キムラ、同じく220分のコンバット・5大スペシャルマッチ61年組同期生対決になりました。特別試合女子タッグマッチです。工藤めぐみ、アジャコンを組みたいコンバット豊田、バイソン木村組になります。まあ、これはとにかく全日本女子プロレスの61年組の同期生、この4人が揃っての戦いということで、まあ、一つ大きくポイントになったのはどうやらコンバット豊田が、デキーさんね、これを最後のファイトにするか、その前にせっかく同期だから戦おうというところと、まだ老け込むには早いんじゃないかという、ね、言い方もしてますしね。まあね、他の連中からすればまだまだ早いという気持ちがあるだろうしね、はい、うん、やっぱり勝つのが実現したんじゃないかなと思いますね。アジャとまず豊田が入りました。ある意味では、ね、羨ましいよね、俺から見れば、うん、同期対決というのね、俺海外でデビューしてから同期っていうのを見ないからね。あ、なるほどね。こういう試合ができるっていうこと自体羨ましいと思うし、ん、マットの中央で力比べです。右がアジャ、左が豊田、はい、まあシャーク土屋に敗れて、またその後豊田は勝ったんですが、どうもそのあたりの戦いがその引退を決意させてきっかけになったんじゃないかというふうに言われてますからね。引退っていうのは口にすることだったら本人しかならないからね、はい、結局やっぱり燃え尽きるというところがあるんでしょうけどね、気持ちがね。互いに飛んでクローズライン、今空を切った豊田、もう一発持っていった、ここに下がったわけですが、ここは腰に落とす、右下に放り捨てました。試合展開になりそうですね。おっと、アジャが
課長の優しく、ね、本当にレシピロレスファンならではのこの夢のカードというのがありますからね。誰も想像できなかったということですからね。あれだけ、こんな女子の戦いをね、
バイソンをコーナーに入れました。Thank you.
ことになりましたね。ガサンと持っていった。マットの中に4人重量がありますよ。アイさん押されます。
ていうところもありましたけどね。2つでは決まってないよね。完全燃焼できるわけでもしようよ。
けちゃもついたシングルシングルで蹴りつけるさんとこのままじゃお祭り高いじゃないの奥の子もそのために10年もやってるじゃない私はそのために10年も全然残ってるじゃない私はただ一人全員に残った責任としてここにいる全員61年に前田も含めてお前ら全員の感謝と私が進むまで絶対やらないからそのためにきっちり1対1シングルショット工藤に行くのはその後だ今のお前じゃ工藤になんか行けないのかな今のお前に行ったらここにいる客全員悔い残したままだぞその通り挑戦を受ける一連の動画千葉君お前と親友だ来るよ君はお前ともそのあときっちり決着をつける前田も明日はもらったぞ改めてけじめをつけるというのは難しいものであるということを感じさせられますよね。そのね、また新たな形で。